まあこれは僕の練馬の先輩から聞いた嘘の話なんですけど、その配慮ですね。その先輩がメキシコにこうちょっと用があって行った時の話で、メキシコといってもアメリカとメキシコの国境的なティファナっていう町で体験されたお話なんですけれども、なんかメキシコってなんかその日本のノリとはだいぶ違うんで、まあ思ってるかける100ぐらい適当なんですよ、いろいろ。国境越えるのにもう本当にもう下手したら 5,6 時間並ばなきゃいけないような炎天下の中並んでて、次だって思ってたら急にもうペーって閉まって、一回やめるねみたいな空気になるんですよ。ちゃんと並んでる人も並んでない人もすごいいたり、むちゃくちゃなんで、でもまあぐちゃぐちゃだしいいやと思って、ちょっとしたお土産屋がすぐそこにもうあるというか、お土産ストリート、もう土ぼこりを立ちながら、もうインディ・ジョーンズの世界みたいな、ちょっと店もほこりだらけの、何十年も売れてねえんじゃねえかと、もうそういうお土産屋さんのところに入ったんですよ。でそこの店にうろうろしてたらトイレ行きたくなっちゃって、ちょっとトイレ貸してよっていうのも、まあここでしか借りられない究極のポイントなんですよ。で奥行ったらトイレは奥の大きい、まあ8畳ぐらいのスペースの角に電気があって、その手前にリビングテーブルみたいな大きめのテーブルがあって、トイレの中に、はい、でテーブルの真ん中に穴が開いてるんですけど、何これ外国ってほんとわけわかんないねっていう感じで、写真撮ったりして一緒に見てたんですよね、これってやってたら、奥からまたこれの女の人が3、4人入ってきて、一人の女の子がバッグ置いて、それでズボンとパンツをプルッて下げて、テーブルの上にふって、まあうんこ座りですね。おこれはそう思ったらボト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 とコンドームらしきものの中に入った白い塊のいくつかがドドドドドドドって出てきて、おお、クールメン、クールメン、そう思うかな、そういうとこ、うん、ですね完全に。そしたらお前これ使うって、このトイレ貸してくれたやつが今言うんですよね。あ、こぶんない、みんな誰でも使ってあげてみんな喜ぶから、あじゃあお土産ついでに俺ちょっとじゃあ運んでもらいたいのある、うん、って言ってコンドームが入ってたの、このキャップだったんですけど、なあ、これ絶賛発売中なんで、ね、これはもうネットタトゥー、渋谷のグローランドでこれ発売されてます。もろもろこれが僕の嘘の話でした。そんなとこあるんだよ、できた嘘の話ですね。これは知らない世界すぎてなんかちょっと想像がつかなかったですけどもね。しかもそのボトやったら分かるんですけど、ボトボトボトって出るってことは何個入れてたんっていう、あの人体ではこの飲み込み胃袋のものだったら2キロ近く入るらしいです。で女性は女性特有のスポットのとこっていうのはまたサイズは低めらしいですけど、でもボトボトボトんボトぐらいは出てきます、1個間があるんですよ。間があるボト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 、踏ん張り切れてない。続いての嘘つきは19年間傭兵として最前線で戦っていた異色の経歴を持つ軍事評論家高部正樹。彼がミャンマーの内戦で体験したとびっきりの嘘の話がこちら。石段キャンプで傭兵が一番熱くなっていたこと、うん、